我々ですね、製品の設計にシミュレーションを従来使っていたんですけど、最近はですね、お客様の現場に対してシミュレーションを活用すると、そういう方向で取り組んでおりました。で、今現在取り組んでいる音響シミュレーションに関しては、弊社では FEM ベースのシミュレーションソフトを保有しているんですけど、それをお客様の現場に適用しようとしたときに、やっぱりお客様の現場というのは規模が非常に大きかったり、あと周波数領域も課長域全域だったりということで、FEM ベースでは対応できないと、そういう課題がありました。シミュレーションの音響シミュレーションソフトとして WaveX6 というものがあるというご紹介を受けまして、そのお話を聞くと、 WaveX は FEM、BEM、SEA という3種類のアナリスメソッドを保有しているということで、周波数領域も低周波から高周波まで対応できると、かつ領域としても大規模空港まで対応できるということで、非常に使えるのではないかということで、WaveX の採用にしようということになりました。我々ですね、現在駅のような公共空間の放送システムの聞き取りやすさの評価に、このシミュレのソフトウェアを活用させていただいています。その、放送システムの聞き取りやすさをこの WaveX で評価することによって、騒音環境下でも聞き取りやすい放送システムの設計に活用させていただいています。WaveX では、放送音の聞き取りやすさというものをスピーチトランスミッションインデックスという STI という指標で評価することが可能です。それによって、放送音の聞き取りやすさを数値化と、あとは可視化ですね、どの領域に、対してその、聞き取りやすさが高いのか低いのかっていう、そういう分布 の可視化もできましたので、その放送システムの設計に非常に有効な結果を得ることができました。